皆さんこんにちは、森有でございます。はい、手ぶれはごめんね、手ぶれしてしまうかもしれないけれど、これはサブチャンネルではなくメインにあげるぞ。ごめんね、先端恐怖症の人、ごめん、メインにあげるぞ。これはですね、私まだお部屋紹介できない状態なんですけれども、あ、ごめんね、なんかかぶっちゃってた、ごめんなさい。こっちで持つ、あのね、まだお部屋紹介ができないんです。っていうのも、なんか自分の満足いくこう撮影部屋になってないので、まだお部屋紹介ができないんですけれども、一部ね、ここで森有が寝てるのではないかというね、エアコンここじゃ寝れねえよみたいなね、聞くので、違うよっていうのを言っておこうかなと思います。まだ公開してねえのに何もわかんねえよって感じでしょ、皆さんごめんね。あのね、私ここの、こう分かるかな、これベッドがあるんですね。まあ、ベッドなんですけど、ベッドではないんですよこれ。何言ってるんだろうって思った方、本当になんかダン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 みたいな、ラリーバーみたいになってます今っていう方いたらごめんなさい。でもベッドではないんです、本当に。ちょっとそれは多分後々、何ヶ月かかるか分かんないけど、後々分かることなんですけど、私ここで寝てるんじゃないんです。私ここ、今登った状態で、ここ階段もちゃんと、何階段って言うんだこれは、なんですかね、こう普通のこう、はしごじゃない方の階段がちゃんとねついてる、まあ、ベッドなんですけど、これはベッドとして使ってるわけではなくって、本当にこういうキティちゃんのぬいぐるみだったりとか、マイメロちゃんのぬいぐるみだったりとか、まあ基本的にはぬいぐるみで、まあ自分の電話だったりとか、これは本当に私が普段使っている、あの携帯用の、携帯につけて挿して電話に出てるんですけど、まあこれはたまたまここにあるのかな、なんでここにあったんだろうって感じなんですけど、まあこんなんがあったりとかですね、基本はファンの皆さんからもらったものとかをここに置くスペースにしてあるんです。なので、よくね、ここにエアコンあって寝れねえじゃんみたいな、風邪ひくわとか、わろたみたいな感じで来るんですけど、ここじゃなくてもう一つの、お部屋の方にこうちゃんとの寝室がちゃんとあるので、ここでは出ておりません。はい、それをねちゃんと伝えたかったの。風邪ひかないよ、大丈夫だよ、元気だよっていうのを伝えたかったんです。はい、お部屋紹介をですね、ちゃんと元気な時に、まあ今も元気なんですけど、お部屋が元気な状態の時に、はい、撮りたいと思います。なので森有は風邪はひかないです、ここで寝てないので大丈夫です。これごめん、超サブちゃんっぽいね。メインにあげます、先端恐怖症の人ごめんね、メインにあげます。はい、ということで今日のメインチャンネルは、クソどうでもいい情報でした。私はここでは寝てません、大丈夫です。ここの、上にとりあえず皆さんからいただいたものをここに置いているので、そうですね、これからいただいたものとかはここに保管をしておこうかなっていう感じです。なのでこの部屋自体も、撮影部屋なので、基本的にエアコンとかも使わないので、ここにあるだけって感じ。はい、で換気もしてるしね、なんだろうな、みんなからもらったプレゼントとかをあんまりこう、なんていうんですか、倉庫みたいなボーンって入れたくなかったから、この上にね置いとけば、こういつでもこう上がって眺めて頑張ろうって思えるかなと思って、このベッドを買いました。このベッドなんやねんっていうことでございました。ルームツアーまだしてないのに何言ってんの、何言っちゃってんのって感じでしょ。ちょっと順番間違えたんじゃないのって思うでしょ。だからちょっと今迷ってます、いつあげようか。とりあえず今思ったこと取っといてるだけです。はい、ということで森有でございました。おやすみなさい、せーの、おつあり、 See you。